はい、久しぶりに、試合に出ました。はい、1年ぶりかな。本当にこの1年間全く、試合に出てなくて、で、正直言うと、今年の4月ぐらいまで、ほとんど練習してなかったです。はい、正直言うと。で、別に言い訳はしないんですよ。別に言い訳はしないんですけど、いや、むしろ1年間というか、ちょうど去年のこの時期に試合出て、そっから1年間試合出てなくてです。で、その間はまあ、自分の練習は月に1回か2回ぐらいやってて、で、トレーニングも、実は去年はそんなにしてなくて、で、今年のし、あ、じゃ、5月だ。5月に入ってから、ゴールデンウィークに入って、このアップルウォッチを買ってから、ちょっと本格的にトレーニングを再開し始めて、で、正直、体重もかなり落としました。はい。体重もかなり落としました。はい。で、なんだろう。最低限、シングルスができる体に、戻せる分だけはちゃんと戻したいなというか、2ヶ月間で、自分の体の状態を戻せるだけ、戻そうと思って、で、戻した結果、団体戦だったんですけど、久しぶりに、地元で負けました。はい、久しぶりに負けました。で、全く言い訳はしません。むしろ、2ヶ月間で、5月、6月と、時間のある範囲というか、自分のできる範囲で、一応トレーニングはちゃんと積んでましたし、もちろん、技術的な練習はそんなにね、できなかったんですけど、一応月にね、2、3回ぐらいは、友達とか、後輩とかが、練習に付き合ってくれたりはしたんで、そういった面で、まだ2ヶ月間でね、できることはやった上での負けなんで、今の自分の状態っていうのがよく分かったっていう感じです。はい。で、そうだな、まず言いたいことはたくさん、言いたいっていうか、ちょっと話したいことはたくさんあって、で、まず1個が、やっぱ試合の反省で、もう一個が、自分が教えてた、ジュニアの選手たちが、高校を卒業して、就職したりね、大学生になったりして、地元の試合にね、出たりっていうので、自分が教えてた子たちが、成長した姿っていうのを、久しぶりにね、見れたんで、それはすごく個人的には良かったなっていう感じです。はい。で、まず、試合の内容については、内容っていうか、体力的にもう完全にダメだったっていうのは全くなくて、負け方もちょっとね、悪かったんですけど、僕もあんまり疲れてなかったし、相手もあんまり疲れてなくて、だから、長いラリーになる前に、こっちがミスるとか、あと相手に決められるとかで、長期戦にあんまりならなくて、だから、悪い負け方の典型的な例で、お互いが疲れる前にも試合が終わっちゃったっていう感じでした。正直言うと。はい。で、まず試合を、通して思ったのは、今僕が29なんですけど、年齢が。若い頃と比べると、すごく自分の試合に対して、試合中に考えることを、ピンポイントで考えることができるようになったし、あと、試合が終わった後の自己分析もすごく、冷静にできるようになって、もっとこうこうこうした方が良かったけど、でもやっぱこれをするときはやっぱこういう風にしなくちゃいけないとかっていうこともしっかり考えることができるようになったというか、人の試合を見てこうこうこうした方がいいよねっていうのは、それはほら、見やすいからあるけど、自分の試合ですごく冷静に分析がね、できるようになったなっていう風に感じたのは、これはやっぱり経験というか、そこら辺が大きいかなっていう感じです。はい。でも、今回のね、負けを通して、やっぱり体力的な面でどうこうじゃなくて、技術的な面での、ダメだった反省点が多かったんで、そこら辺を、できるなら、ちょっとずつ改善していけたらいいかなというふうに思ってます。はい。こんな感じです。トレーニングは結構やってましたからね。で、もう一個、自分の教えてた子たちが、卒業して、で、地元の試合にね、出てるっていうのを、それがあって、正直、
嬉しかったんですよ、すごく。やっぱり、高校卒業して、地元で、まあ、こうやって試合にね、出てるっていう。しかもやっぱり、僕が指導に関わったのが、やっぱ小学校、中学校とかなんで、やっぱその頃と比べると、やっぱ高校を通して、すごく成長してて、で、まあ、高校で一応インターハイ、まあ、団体メンバーに入った子もいれば、まあ、今ね、大学の方で、まあ、今度インカレ出るとか言ってたかな。うん、でもすごくもう、バリバリやってる子もいたりとか。で、バドミントンそんなにやってないけど、まあ結構昔頑張ってて。で、今その体重がすごく増えて、で、あんまり動けないけど、でも、なんかちゃんとやっぱり練習をしてたから、レシーブもまあまあできるし、まあオーバーヘッドストロークからのショットもちゃんと打てるし、で、何より、そんなに強くはないけど、ものすごく楽しそうに試合を、まあ、してるっていう子もいて、だからやっぱそういったのを見ると、すごくなんか僕が、なんだかんだやっぱ地元で指導してて、よかったなっていうふうに思いました。はい。なんか、勝手に思いました。こんな感じです。なんかやっぱ指導をしてる時のリアルタイムより、やっぱ指導も、まあ自分が指導に関わってたその後っていうのが、まあ、やっぱりそのどういう風な人間に、どういう風な選手に成長していくのかっていうことの方が、やっぱりその指導する上で大事なんだなっていうのは、やっぱこういう機会に、再認識できたのは良かったなと思います。んな感じですね。でもやっぱ嬉しいよね。すごく。で、まあ一応、まあその僕が教えてた子たちと、まあ近々またちょっとまあ試合に出るかもしれないし、まあ、近々夏なんです。一回ね、飲み会でもしよっかっていうふうに。まあ、そういう話もあったりとか、あと今、大学で県外に行ってる子たちも、まあ、年末年始に多分帰ってくるんで、その子たちも含めて、僕と、その、教え子たちでまた、年末年始とかに、ちょっとね、飲み会なんかもできたらいいかなと思ってます。まあ、非常になんか、いろんな経験になった、試合でした。はい、こんな感じです。で、そうね、なんていうか、まあ、まあ、ようやく高校卒業して、まあ、こうやって地元の大会にね、出てくる子たちも、こっても、なんか僕的にはね、なんか、教え子というか、弟というか、なんかそんな感じなんですよ、基本的に。なんか、多分もうちょっと年齢がいくと息子みたいに思うのかもしれないし、けどなんか今の僕の年齢ぐらいだと、やっぱり大学生とか高校生ぐらいの子たちっていうのは、まあ、僕からすればすごくなんか弟感覚で、まあそんな感じのポジションかなっていう気はしてます。なんか教え子だけど別になんか子供っていう感じじゃなくて、まあそうだね、まあ弟っていう感じかな、やっぱり。な感じです。なんかでもすごく、まあ同窓会じゃないけどすごくいい場だったなと思います。はい。で、僕に関して言えば、この次の動画でまたちょっとまた今回の試合のね、あとに起こったことをちょっと話したいなと思います。では。